定番チチゲなえるボーン、違います。はい、今日は定番ビジュアルバカウケマジックです。お楽しみください。実演、使うのは4枚のコインと両手のひらです。よくご覧ください。この瞬間、1枚目のコインが飛び移ります。そしてこれで2枚目、そしてこれで全てのコインが飛び移ります。はい、では解説していきます。チンカチンクというマジックです。これもやり方大量にございますが、実演でやったのが一番ベーシックな方法です。マジックやっていくと自分自身で何が不思議かよくわからなくなってマニアックな現象になりがちですが、基本的にはこのようなベーシックなものをやった方がいいと思います。ベーシックなやり方で非常に不思議なトリックです。使っているのは4枚のコインの他に1枚ですね、計5枚のコイン、1枚のコインをクラシックパームしておきます。で、よくありがちなのがね、こっから見えてるとか、あと手がこわばってる、これだとちょっと怪しいんで、ペタッとね、つけてもパームできるようなねぐらいまで練習してからやってください。完全にべったりはつけれませんが、なるべくねこのようにしてもパームできるよっていう状態まで練習しておくといいと思います。まず4枚のコインをこのようにディスプレイします。手前側2つのコインはテーブルの端の近くに置いておきます。クラシックパームしたままの状態で並べても構いませんし、並べ終わってからどっかしらから抜き取ってクラシックパームの状態にしてても構いません。そしたら4枚のコインを使います。このような動きを入れてあげると暗に両手が空ですよというのを示せます。4枚のコインの他に両手を使います。このような動きを入れてもいいと思います。そしたらお客様側の2枚のコインをこのように手で覆うのですが、その際にクラシックパームしているコインをこの辺りにポトンと落とします。落とした後に親指の付け根の辺りに持っていきます。そしてこのようにスライドさせてあげる、これが基本の動きとなります。動き的にはポトン移して2枚のコインがあります。このような感じですね。指先をこのように上に上げることによって何も持ってませんよという風にアピールできます。そしたら両手をこのように持っていって、今度は左手の付け根に持っていって、こっちはスライド、そしてこっちは離す、これを同時に行うと飛び移ったように見えるというものです。そして2段目はこっちのコインを2枚のところに持っていきます。そして手前側の3枚のコインの真下にこのように手を置いて押さえて、このようにこっちは力を抜いてこのように見せてあげると飛び移ったように見えます。そして3段目はこのように持っていって、でこのような動きですね、このような動きでラッピングを行います。親指の付け根に置いたらラッピング、下に落とします。このように同時に示してあげることによってこちらにミスディレクションがかかります。その際にポトンと落としてこのように見せてあげるというものです。何も持ってませんよ、両手を使います。ポトンと落として2枚のコインよくご覧ください。飛び移します、飛び移します、ラッピングして飛び移します。このような感じでございます。超不思議でビジュアルな現象です。うろ覚えでやって手がクロスしてね、不格好にならないようにしっかり練習してやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。いつもご覧になっている皆様はそろそろ不思議に飢えてきて、何が不思議かわからなくなっている状態だと思います。ただ普通にやればウケますし、モテますし、人気者になれます。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。